皆さんこんにちは、対馬の YouTuber ソードです。最後の告知になります。取材を受けてから、結構経ちました。テレキュー、九州放送グッジョブの方で出演させてもらう予定です。今日の10時30分からの放送になっております。私の干物も紹介していただける内容だと思っております。余談ではありますけど、対馬ののどぐろ、まだ最盛期には入ってないんですけど、神谷方漁協の方で何箱か水揚げされていました。値段を聞いたところ、5キロ入りで17万5千円していたそうです。むちゃくちゃ高級魚になっております。グッジョブの方ぜひご覧になってみてください。